はい、こちらですね。とうとう、行ってしまいました。はい。これね、ドラゴン。だね、ドラゴンっていうメーカーの、なんと、1号戦車初期型でございます。1号戦車初期型。でね、僕ね、不思議に思うのがね、こういう戦車のプラモデルって、大きい小さいで値段が決まらなくなってるのよな、いつの間にか。例えば僕の認識やったら、これ1号戦車って、例えば6号やな、K2 ティーガーかなんかの6号戦車と比べたら、1号戦車の方が安くなかったらあかんのに、1号戦車の方が6号よりか1号の方が安くなかったらあかんやん。小さいねんから。けどね、販売価格が、安くなってないっていうのが今の現状。で、これはね、実は1号戦車なんですけど、値段が安いから買ったんですよ。はい、開けてみましょう。こういう時リアルプチプチ開けるってなかなか度胸いいんで中身無理なかったらそれで終わりやから。ここはね、不良品が出ない店やから、ここのね、今買ったお店はね、このお店はね、不良品が出ない店なんで、不良品が出ない店なんでね、安心して買えんねん、これ。これね、1号戦車。はい。初期型。ね。ここ、長谷川って書いてあって。すごいな、2250円。高っ !1 号戦車やで。2号戦車やったら、タミヤやな、2号戦車やったら、500円でフィギュア付き合ったもんや、みたいな。2200円もすんのみたいな。開けてみましょう。中身こんな感じです。ドラゴン。はい、これね。どうやろうな、90年代ぐらいかな。90年代ぐらいから、90年代ぐらい、ドラゴンがブワーンってすごい数、日本にプラモデル売ってたんやけど、最近ドラゴンって見ないもんね。ほとんど。ドラゴン。で、僕らが、まあまあこれ、ドラゴン買ってた頃やったら、上海ドラゴンとかもあったのにね。上海ドラゴンって書いてたやつもあったんやけど、もうないのよな、あれ。これ、ちなみに、エッチングとデカールがこれなんですけどね。うん、ちょっと部品見てみようか。言っとくけど検品早いで、僕はこれが、ね、でこれが後ろついてます。これはあれやな、アンテナに使うんやろな。でこれが何パーツや、 W パーツ。でこれは、ああ組み立て式のキャタピラね。マジックトラックへだ。カチ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 ってはめていくキャタピラね。さあ、値段高いわ、これは。たまに最近見かけるな、このマジックトラックとかっていう、キャタピラが組み立て式のやつね。接着剤で留めなくてもパチパチはめれるやつだな。これが砲塔部分やろ。これめっちゃ部品小さいな、これ。え部品小さいな、これ。さすがに1号線じゃなきゃって。車輪やろ。これは砲塔パーツ。あるね。あるある。あります、あります。組み立て式キャタピラー。透明パーツ。エッチング、デカール。ちなみにね、車体これやで。車体。1号戦車の車体。ちっさっ1号戦車の車体、これ、ちっさっ。これ、ミニカーやったら43分の1ぐらいの大きさやな。ミニカーやったら3分の1ぐらいのやつやな。はい。で、説明書見てみようや。ね、ちょっといかつい、サングラスに、口をね、マスクした人が売ってて、フィギュアついてんのかな？ついてないな、ドラゴン。
このね、ドラゴンもこのぐらいが、もうあれやろ、パソコン設計になってきたぐらいやな。ここがこれね、マジックトラックって書いてある。組み立て式キタピラが16個あるって書いてあるんだよね。もっとあるね、多分。ちょっと待ってね。キャタピラのとこ見てみようよ。これ。ドラゴンもな、一時はすごいドラゴンも頑張ってたんやけどな。ドラゴンも頑張ってたんやけど、90年代ぐらいから、ドラゴンがバーンってね、すごい、タミヤの発売してない、90年代ぐらいにタミヤが発売してない戦車のプラモデルをね、もしくはタミヤの設計では古い戦車のプラモデルをめっちゃ出してたことがあんねん。タミヤの。例えば、ヤークトタイガーとか、パンサーやな、5号戦車パンサーとか、金型が古いやつを、新しく、発売してたのがドラゴンやって。タミヤの隙を塗って、売ってたんやけどね、タミヤもそっからね、金型を新しくしだして、タミヤが。金型を新しくしだして、ドラゴンが今度押されていってんな。低価格で、なおかつ高品質なタミヤのキットが日本国内にまた流通して、ドラゴンが押されていったようだな。これ。砲塔ちっさ。1号戦車さすがに。砲塔ちっさいで。車体も小さいけどやん、これ。軽自動車ぐらいの大きさだよ、多分。軽自動車。これ。2006年。1号戦車 A 型です、はい、ドラゴンな、久しぶりに買ったドラゴンのキット、これがね、僕がネットで見る限りの1号戦車やな。1号戦車では一番安かったん、これが。他のメーカーやったらだいたいね、3000円超えんねん。1号戦車で3000円超えんねんで、1号戦車で3000円超えんねん。とかって、やけど。これはいいね。いい。ちっちゃかったけどな。やっぱさすがに。